けの暁に凪のさざ波寄せ、海原鮮やかに組の皆さん、ありがとうございました。力強く美しい演舞でしたね。ここで新兵衛わっしょい宣伝についてご報告。今年の神戸よさこい祭りではツイッター、インスタグラムでの企画を行っております。祭りに関する